ハロー YouTube にハロー養コン林地ですえっとですね今日もですね日中を股にかけた、えー、長期にわたって、えー、資産は分散しておいたバイリンガルと僕がですね、えー、皆様に中華ニュースをお届けしようと思いますはいえっとですね、えー、今回の中華ニュースなんですけどもねあのー、まあ、要はですねあの中国のあの中央政府がですね。 あの地方が持っているチョン・ト、え、ウ、ー・ジャイというのがあるんですけども、えー、これはですねあの都市建設投資債というものなんですけども、まあ、それがですねあの中国全体でですね60兆元。 えー、あるといった状態になっていて、今現在、ねえー、中国の GDP そのものがです、ね、あの110兆元程度ということで、まあね、あのかなり厳しい状態に、えー、なってるんですけども、えー、このね、あのー、上等債、えー、上等債については、えー、中央政府は、えー、手を出しませんよと、あのー、はっきりさせたということでですね。 あのそれでねあ、えーまあ、地方でね、全部あの返しなさいと、えー、そういった発言をしたということで、まあね、あのなんていうのかなもう、要はね、借金多すぎてね、えー、なかなかねあの、返せないということでね、えー、このね、えー、地方政府がですねあの、借金をするのをですね、 ず、まあ、っと、ね、中国では、ね、あの禁止してきたわけですよね。えー、そしたら、ですねこの,ねあの上等会社というのを作って、ですねあの要はねその地方政府の直下の会社なんだけども、 あの地方政府の代わりに、えー、ここが、ね、あの借金するわけなんですよね。えー、それでですねあの家という漢字はあの屋根の下の豚って書くんですけども、えー、これはですね、えー、中国国内で、えー、マンションを買うやつは、えー、豚という意味でですね、えー、それでねあの中国国内ではですねあの恋愛感情を一切持たない中華メス豚というのが9割を占めていて、えー、オス豚のマンションと後輩と繁殖の この権利をねトレードするといったシステムがね確立していたわけなんですよねそれでねあのマンション価格が非常に高騰するわけなんだけどもまあそのうち大都市になるとですね特にですね7割がですね地方政府の 地方政府の収入にえなっていたということでね、税金とかね、の何らかの形でね、地方政府のまあまあ土地使用税というものがとなって、地方政府に入っていくというえ構造がねあの確立していたんですよね。 えそれでですね、あのなんつうのか、まあ、地方政府は、ねまあ、土地を売ることによって、税金みたいなものを、えー、たっぷり手に入れたと。でね、あのそれを、ね、あの新幹線とかあの都市建設に、ねえー、回して、がっぽがっぽ、も、え、う、ー、けていたと。えー、それでね、あのまあ、まあ景気がいいように見えていたんですけどもね、もちろん。 頭のいい人たちはですね、そうやって都市建設の中で、まあ、インフラ整備の中でね、あのやっぱりあのお金がたくさん入ってくるわけじゃないですか、それをね、えー、ちょっとずつあの外貨に変えてですね、まあ、どっかに置いていたんですよね、まあ、どこかはわからないんですけども、まあ、香港とかね、えー、他のとこ通してくる。 通して、ねまあ、それなりにえ海外に、ねえー、置いていったんですけども、えー、さっき言った、ね、かわいそうな豚さんたちはです、ね、不動産がこれからもえもっと上がっていくもっと上がっていくと、えー、景気は、ね、あのこれからもずっといいはずだと思ってあの多額の借金をしてね あのその、えー、マンションをね、えー、買ってしまっているわけなんですよね、えー、そのね、あの構造にです、ね、あのもう限界が来てです、ね、あの最近はですね、もういつも言っている通り、えー、不動産デベロッパーも危なくなってきたと、でえー、それに対してですね、あの政府、えー、地方政府直下の、ねえー、企業としてね、あの信用が厚いですね、この上等会社っていうのがですね、上等行使ね、 えー、上等会社、上等講師があの土地を買っていたわけなんですよ、政府直下の企業があの誰かから借金をして、ですね、まあ、銀行なんですけども、最初はね、銀行とか一般市民からね、うちはあの信用ありますえということで、政府直下ですえということであの、不動産デベロッパーの代わりにあの借金をして。 何つうのかな、まあまあ、ま、何つうのえ、地方政府に、えー、その費用をね、支払っていたわけなんですけども、まあ、もう不動産デベロッパーが危なくなってきて、えー、このね、上等会社、えー、ちょんえちょんと、本数のね、あの比率がね、えー、どん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 上がっていっていたわけなんですよね。で、この構造にね、 気づいてる人っていうのは、もうね、あの最初からまあまあ逃げの体制、まあ、いつでも逃げれる体制はね、えー、整えているわけなんですけども、まあもちろんね、あの逃げ遅れる人もね、えー、たっぷりいるわけなんですよね。えー、それでね、もうえ中国国内ね、もう不動産はダメだと。えー、不動産がダメになると、えー、どうなるかっていうとね、まあその分ね、あの収入がね、下がるはずなんで、あの、なんていうのかな、 えー、去年より、えー、地方政府の、ね、土地が売れている、えー、割合がね、えー、30%下がっているってことはですね、えーまあ、簡単に計算して中国の、ね、GDP がねあの9%ぐらい下がるんじゃないかとそれだけでね、ねも,、まあ、もちろんどっかで引っ張ればね、えー、それなりにどうにかなるはずなんですけどもね、まあ、それがどっかで引っ張ってくるかねちょっと分かんないですね。えー、それで今ね、ね欧米の、えー、景気もね、えー、悪いということで欧米の景気が,景気が あのよくないとですね、まあ、中国国内から加工貿易で売ってるものの貿易額が下がるわけなんですよね、まあ、これがだい大体あの30%ぐらいということでね、こっちも厳しいと、えー、それでねあの中国国内、中国国内のね、あの っという人が、ですねあの、まあ、まあこれは、ね、中国の,あの銀行の、ねえー、お依頼さんなんですけども、まあ、この人がですねあの一般市民で、えー、たくさん消費をして、あのもう本当に、ね、お金を、まあ、自分の、ね、財布に入っているお金はねあの全部使ってくれということで、あのまあ、そういった発言をしたと、まあ、これに対して、ですね今、中国ね、まず景気が良くないでしょ。 で失業率もやっぱ上がってるわけなんですよね。あの青年失業率、まあ、公式で、ね、あの20%あるんじゃないかって言われてますね。あのまあ、もうこ公式で20%ですよ。なんか中には、ね、40%っていう人がいるんだけど,だけども、まあ、一応公式の数字、もう20%でも非常に高いと。であのまあ、全体の失業,業率があの公式で5%ということで、 あの5%というのはです、ね、あの日本のバブルが崩壊した時きが、ね、5%ぐらいなんですよね、そんな状況で、みんな、ね、お金を貯めておきたいんですよね。 あの借金してまでお金使、まずねあのその、えー、貯金してるお金を使いたくないし、えー、かつねあの、借金をしてお金を作るといっ、まあ、クレジットでね、ローンであのお金を借りてあの消費をするといったことは、えー、もっとできなくなるわけなんですよね。えー、そんな中で、まあ、そんな中で、ね、も消費もね、あの伸びないということで、なんてうのかな。 まあ正直、これね今見てるのはねあの中国国内のワンイーとかのねニュースなんですけどもまあね、あの普通に考えたらねちょっと残念ながらね今こ、まあ、今年だけじゃないんだけどねあの今年はねあの厳しそうだなみたいなね、えー、感じですね。まあ、なんとか何らかの原因でねちょっと持ち上がってくるの。 といいなとは思いますね。はい、えー、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さんこんにちでした。ついつい。